疲れ様です。工藤です。やっぱ緊張するね。私も言うんですか。工藤です。母ね。工藤の母ね。ああもう一回。いやどうぞ。今日はこんな感じで実家に帰ってきてるんですけど、ちょっと話し込んでたらシステム手帳の話になって、でこの今出てる私のプロッター、まあ、触ったりとかしてて気にはなってたの。まあねえ、でも贅沢品かなとかなんとか言ってちょっと気にはなってたみたいなので、強制的に文具生活に連れて行って、私が外側システム手帳のこっちの革だけ買って、で中はまあ母に買ってもらったんですけど、結局そんな感じで購入したので開封していきたいと思います。ありがとうございます。よかったら最後までご視聴いただけますと嬉しいです。こちらを購入しましたね。プロッターで良かったのかなと思いつつ今それは言いますか。いやまあだって一応こっち見せはしたんですけどね、そのプロッターでやっぱりここの金属が特徴的でね、痛いよねって二人で触りながらも、まあでもフォルム的には大丈夫だった。買ってから聞くのもあれだけど、ま、基本は家で使うかな、うん、私思ってます。はい、じゃあお願いします。失礼します。はい、じゃん、まあ、ごめんなさい。ここでですか。うん、店さんみたいな出し方はできます。よく見てくれてますもんね。見てます。なんで小声なの。恥ずかしい。いいんですか、出して。はい、じゃん、じゃん。こちら何を選びましたか。え、嘘、忘れるの。薄い隙間。ああ、カラーリングだけ教えてくれたら。ネイビーです。はい、ブイブロのネイビーを購入されました。なんか、あ、ごめん、普通に触っちゃった。あ、全然いや、母のですから。いや、よろしいですか。はい、はい、なんか夜っぽい色でいいよね。ブラックっていうとこまで行ってなくて、中はまだ、うん、で、見本見た時にブラウンと迷ってたよね。そうですね、ブラウン好きなので。でもネイビーにしたのは、経年変化っていうんですか、うん、が楽しそうだなと。ごめんなさい。いやいやいや、あのね、経年変化が楽しそうだなっていう時点で結構パックリですよね。あ、置いてもらっていいですよ、大丈夫ですよ。で、店頭にあったのはもうシルバーになってるタイプですね。まあ、これもこれで合ってるというか、うん、素敵ですね。一回じゃあそれ開けてもらって中取り出します。あ、そうそう、サイドでこうですか。はい、あ、置きながらだとね、開けにくいと思うから持った状態で。うわ、硬くない。初めてなのでわかります。いや、めちゃくちゃ硬い時があったりするから、皮膚量があったりしたらちょっと、苦ではない。多分大丈夫と思います。はい、これ外したらいいですか。うん、外していいし、うん、残しときたかったら箱の中に、うん、ここではこう、うん、はい、やっぱリス塩よりはプロッタじゃない、プエブロの方が引かれた。なんとなく経年、やっぱ経年変化なんだね。どう変わるかなっていうのが。あ、じゃあ皮に耐性はあるっていうか、皮変化するのが苦手だったりするっていう人もいたりするみたいだから、うん、それは変わるのが逆にいいなと 思ってる方ですね。だってシュリンク見向きさえしなかったもんね。そうですね。せっかくなら。
じゃあ、買ったリフィル詰めていけたらと思うんですけど、はい、あの反射怖いので取り出して、はい、こっちで取り出していいですか。取り出してもらえたら助かります、はい、取り出してあの並べてもらえたら、はい、ペンホルダー、まあ、一応家置き用と言ったんですけど、私が結局そのプロッターじゃなくて、まあ、プロッターだけに限らずシステム手帳ってこうリフターっていうのが前後にあった方がいいかなと思ったので、リフター2枚買うよりかは1つペンホルダーつけてた方がいいかなっていうことでおすすめして、納得してもらって買いました。納得あ、それも反射、あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、あのそこに置いてたら大丈夫と思う。 ありがとうありがとうございます。とこれが名前が出てこないんだ、スケール下敷き、スケール下敷き、はい、書いてます。小声なの、なんで小声なのやっぱり恥ずかしいですよね。そっか、これは私も最近愛用してる、すぐパッと開けるのがいいかなと思ってそれもおすすめしました。あ、いや、うん、違う違う、あのね、私のボンミスでリフターって1枚ずつだったかなと思ったら普通に2枚入ってたねはい、よくあることでしょう。はあ、まあ使ってください。ありがとうございます。気分変えて。いや、久しぶりに買ったから忘れてた。これ、はい、いいですか？はい、ミミグリッドですね。はい。買った後で聞くの本当ごめんだけどさ、グリッドでよかった？ケースがよかったとかなかった？いや、よろしいんじゃないでしょうか。なんでそんな敬語なの？まあ一応グリッド。まああのね、あの。おすすめなので、はい、一応グリッドともう一つ今開けてますけど、無地ですね、プランって書いてるんですか、はい、で並べると、今回買ったのはまあこんな感じか、一式は。あ、でマンスリーは、あ、後日ですね、はい、そう、マンスリーも欲しいって言ってたんですけど、ちょっと今私が使っているマンスリーがいいなっていう話だったので、これがそう、文化生活行った時にあったマンスリーが、ここが 1,2,3,4,5 マスがノックスさんの通常なんですけど、全部が6マスだったんだよね。だからちょっと全体的にちっちゃかったですね。だからこれぐらいの幅は欲しいなということで、ノックスさんのをまた後日注文しますということで、じゃあ一旦詰めてもらっていいでしょうか。わー、緊張しますえ、これってどういう順番ですか？じゃあまず両端にリフターをこうですかね。こう好みだけど、好み、まあでもそうかな。で、マンスリーを入れるとして、うん、マンスリーもじゃあ前方、前の方に入れるとしたら、はいはい、後ろの方に無地のやつか、グリッドか、はたまた両方か、適当に取ってもらって、どれぐらい皆さん入れるものですか？マンスリー入れての、まあ今回使い道ってそもそも買ってから考えようと、そうそうパクリですね適当でいいですか？適当でいいです、入るぐらいで、どれぐらい入るかがわからない。まあそれぐらいは入るかな。もう、まあ言ったら雑記だよね。マンスリープラス雑記っていう感じで使ってみてもらって。こんな雑な寿司方、いや、いいんですか。雑記なんで大丈夫だと思います。一枚一枚剥がしてたら多分、あ、外れた。ああ、早速外れた。あなたの母ですね。そうですね。あ、ごめん、今のは否定するべきだったかな。どうなんだろう。いや、いいと思います。で、プラン、無地のやつとグリッドを両方入れるのであれば、はい、用途ごとにその書きたいのを分けたいんだったら、今回今、この、まあ、仕切りみたいなやつ、これ一つしか買ってないけど、これはまあ、こうもさせるけど、とりあえず入れるんだったらこっちでもいいですか？うんうん。で、外せるんですね。うん。そう、あの、新しくね、開発されているリフィルが使ってみたいなという、うん、ああそれもあったっていうので M6 を選んでもらったんですね、はい、そういうことです。はい、可愛かったですね、実物見ると。あ、ありがとうございます。で、これは
それをだから、うん、私のボンミスで、ちょっと寄せてもらっていいですか。ごめんなさいね。はい、これが1枚しかないと思ってたので手前か後ろかにそれを挟んでもらいたかったんですけど、うん、真ん中でもあのマンスリーの間に挟む。あ、斬新。でも大丈夫。うん、ここにマンスリー来て、うん、あ、斬新だね。え、いや、うん、いいと思う。ちょっと仮にそうしたとして、はい、あ、じゃあ、ま、マンスリーどれぐらいの、それ全部入らないかな。厚みどれぐらい、ま、これぐらいとみなして、まあ、うん、それぐらいとみなしてこう、うん、だとしたら、で、それで閉じたら、で、持ちます。一回閉じて持ちます。まあ、そういった形になって、で、開けてみたとして、こう来て、まあ、マンスリーが来たとして、え、皆さんこれ後ろとかに置いてるんですか。基本はそうだけど、でもそこに置くのも全然ありだと思う。だって、その例えばこれマンスリーだとみなして、うん、予定を書くときに、うん、こうの 下敷きにもなるし、そうそうそう。で、そこめくったら雑記で、さらに罫線と無地分けたいってなるんだったら、うん、そういう感じで言ったら、今こっちが出っ張ってるから、うん、まあ、こう閉じてたとしても、で、ここでパッと、あ、パッと、そうそうそう、開けれる、うん、で、後ろが無地だよねっていう、うん、じゃあ今後の使用用途としてはマンスリーを入れて、はい、なんだっけ、節電毎日つけたい数字がちょっと最近出てきたので、うん、それを記録していこうなかなと。電気量っていうとかねそう、1日どれぐらい電気を使ったかというのがはい、あの、はい、書けたらいいなっていうのをマンスリーを挟むっていうそんなことでいいのかないや、いいと思うんだよ。あ、でも好きに使っていいんですよね。そう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 、あの、買ってから考える。そう、もう、あの、なんなら、そう、何の使用用途も考えずに、あ、まあ、あの自分にね、好きに使えばいいんですもんね。そうそうそう。なので、でもそれに使うのにこれを使っていいのかなという、ね、あの、せっかくプレゼントしたので使ってください。はい、はい、かっこいいですよね。だよね、やっぱいいな、うん、あの、結構お店でね、変化してるのが見れたから。理想はあれ、あの、お店にあったサンプルみたいな、いや、どうでしょうか。まあ、どう変わっても別に、うん、そう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 、そうです。じゃあ、あとはここに、マンスリー組み込んで、うん、で、今開発中のリフィルも販売されたら使って、そうですね、使えたらいいですね、見てもらえるということでで、一緒に買ったスタイルフィットのあれも書き心地試しとく、一応。ああ、そう、一緒に購入したペン、スタイルフィット、私今使ってるこれがあるんですけど、3色ボールペン、これですね。そう、それ、あ、これ書いたらいいじゃん。あ、持ち方気にせない、駆動、あ、書きやすい。それが 0.28? 0.28、うん、スタイルフィットの、ちょっと見せてください。はい、スタイルフィットのブルーブラック、うん、ブルーブラック選んでたね。なので、これ書き心地いい感じだったら、またあの3色増やしたかったら、私のこのホルダーみたいな、いただいたやつだけど、まあ、こういうの買ったりとか。はい、普段何使ってるの、ちなみに。普段はジュースアップですか。あ、ちょっと0.3、うん、そんなには変わらない。で、ジュースアップってそこ入る、フォルダー入れてない。引っかかりそうな気がする、これは。あ、それも答え差あるけどな。あります。あ、ちょっと、あ、だよね、やっぱり。あ、でも行きはする、行きはするけど、抜き差しがどう、多分だけど、ここのグリップのところで引っかかるんじゃないかなって勝手に思ってて、入らなくはないけど、ちょっと、あ、こことか、そうそうそう、うん、だからもし入れにくかったら引っかけるだけ、そうそうそう、
で閉じたら出る、うん、合うやつを探すしかないかまあそれはおいおい、うん、勇気やいけんね、はい。まあ、また外持ち歩いたりとかするのであれば、今日は買わなかったけどゴムバンドついているリフターとかも買ってもらったら、そうですね、はい、はい、いいかなと思ってます、はい、いろいろ考えてみます。はい、じゃあまた経年変化の様子とか見させてもらってもいいですか。あ、もちろんもちろんです。はい、はい、じゃあ、あの経年変化するの楽しんでください。はい、ありがとうございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ハッシュタグイマルミンっていうのがありますので、そちらの方もね、よかったらインスタとかツイッターとかの方でね、活用していただけたり、あと交流の場として使用していただけたら嬉しいなと思ってます。あとサブスクリプション関係は概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をご覧いただけたら嬉しいです。この子って感じだねあ、確かにね、あ、うん、パクリ言ってますね。あれ母ですねもう皮嫌いではなかった、そもそも。ちょっとおばあちゃんの持ってきてみようか。おばあちゃんの、あ、さっき車の中で言ってたやつ。そうそう。え、何これ、小学生の歌。もうビリビリなんだけど、もうビリビリなんだけど、すごい。小学校の時にみんなに、え、大丈夫、あの見せちゃいけないとことか。歯は後ろだけかな。後ろだけ、うん、こういうのを配られて、うん、みんなもらって、まあ、この中から歌を歌ってたんだけど。え、学校がこれくれるん。そう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 。で、その、え、このカバーを。あ、いやいやいや、この本をくれたので、うん、そのカバーをばあちゃん、おばあちゃん、私のお母さん、母が作ってくれた。あ、そうやったん。え、ちょっとごめんね。え、これ何、ほっ、え、いろんな模様の、革用のうつうつ名前が出てこないけどものがあって、うん、それでデザインに沿って形を取っていく。この間工房さんで馬の、はい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 、あったでしょ、うんうん、あんな感じで打って線を描くみたいな。そう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 。え、ばあちゃんこんなことしよったん、趣味でね。えぐ裏側にはちょっと名前が入ってるので、ああ、それはいかんけど、うん、おばあちゃんよ。もう何年前だ。え、何これ、このこんなもん。これは何、このなんか紐状になってる革をこう編んでちょっと名前があるのですけど、全体に、へえ、かれこれ50年前ぐらい。ああ、そっかそっか、そうだよねそうだよね。ちょっと年齢がバレちゃいけないからね別にいいんですけど、約50年前ぐらいに作ってくれた。もうね、おばあちゃん虹の橋渡ってはいるけれど。そう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 。これは、え、今の今までてか今日まで革細工やってること知らなかった。知らなかったし、なんかちらって言ったけど木彫りもしよったって言ったし。あ、そうそう、木彫りは下見てもらったらあるけど。そう、玄関にいつも置いてある箱の木彫り、うん、あれ、うん、後で取って帰ったら、はい、服とかなんか作ってくれてる、ね、そう、編み物もしてたしっていうイメージはあったけど、うん、こんなに多趣味やと思ってなかった。そう、だからいろんな模様のその刻印っていうんですかね、うん、これもそれ削ってる、マイナスドライバーみたいな形の刻印なのかな。それで、絵柄に沿ってトン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 って。すごいね、すごいね。で、母は消しゴム素人ですから本当に申し訳ない、素人ですから。あれはまあ、あんまり時間はもしかしたら取れんかもやけど、こう趣味で作った消しゴムハンコとかをここに
の、 あの無地のやつとかにポンポン押して記録するとかもありかもしれない。そうですね、そう、あ、それはありかもしれません。そうそうそう本当だ、うん、ちょっ と、 いろいろと趣味にできたらいいですね。そうそうそうてな感じで、はい、はい、おまけでしたこれ使って大丈夫？いいよ。はい、うん、じゃあ、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。